続いてはラビットホールです。担当はギター友蔵とベースのチョッパーです。はい、はい、この曲はですねちょっと大人なガチャリックスピンを、ね、届けられたと思うんですけど、うん、ちょっと普段は使わないおしゃれコードを使ってたりとかちょっとねなんだろうあんまりガツガツしないというかね、うんうん、そのテクニカルではあるけど違うテクニカルの見せ方ができた曲だなと思います。なんか結構ともちゃんって本当に勉強熱心で、うん、なんかさジャズのコード進行と か、はい、なんかそういうのをすごいなんか勉強してる頃にラビットホール生まれたよね。まだまだなんですがちょっといろいろ理論とかを学んでおりでもそこから影響を受けて、ね、ラビットホール生まれたよね。やってよかったねそうでも本当に私この曲聴いて歌詞書きたいってすごい思って、嬉しい。そうあの実はこの収録する前の歌詞と、うん、あのこのアルバム入れるってなってから歌詞を変えたんですね、うん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 、前は結構ちょっとこう恋愛系の歌詞だったんだけど今はあのどちらかというと人生というか夢にもこうリンクするような歌詞に変えていて、うんうん、なんかこう夢ってすごいキラキラしてるように見えるけど、うんうん、夢があることによって自分が苦しんだり、はいはいはい、なんかもうもがいたり、うん、もう無理だって思ってしまう、まあ、ちょっともしかしたら恋愛とも似てるよね、うん、そうだね。そうなんかその夢があることによって自分がどこかちょっと弱くなってしまう、うんうん、強くなるものでもあるんだけど、うんうん、その夢に食べられちゃうというかちょっと取り憑かれてるというかね。そうそう、なんかそういうなんかこうちょっとなんか今までにないガチャピンってそういう表現あんまなかったから、うんそうだね、違う表現したいなっていうので書けてよかったなと思います。だって年月を重ねてきたからこそ書ける曲でもあるよね。いや歌詞だよね。本当にそうね。これさ、うん、初期は無理だったね。そうだね、そうだね。そんな気持ちには慣れてないと思うから、うん、しなんか勝手に自分たちでガチャリックスピンってこういうイメージなんだっていうのが頭にありすぎて、うんうん、なんかこういうのは生まれなかった気がする。確かに確かに。なんか今のメンバーになってでもっと自由でいいんだとか、うんうんうん、メンバーそれぞれが今感じてるものとか今作りたいって思うものを入れていいんじゃないっていうのがより出ているのがラビットホールなのかなと思う。確かに。でもそれが全体的にも現れてるというかそのダブル全体に現れてて そのダブルっていう、ねうん、題名もね、うん、ついたのかなと思いました。いや、うんね、なんかそういう意味では今回全体的にアルバムこう聞いてもらって、うん、ラビットホールってすごいいいアクセントになってるんじゃないかなと思う。なんかバラードでもないし、ね、アッパーな曲でもないし、うんうんうん、なんだろうねこのラビットホールでしか出せない、はいはいはい、この空気感をすごい楽しんで聴いてもらえたらなと思います、うんうん、はい、ということでラビットホール聴いてください。友蔵とチョッパーでした。